皆さんこんにちは。こんにちは。何それ。待って順番があるからね。オカボン TV、はい、始まりました。いやなんか賑やかになったな。はい、今日はですね、急遽またね、ミラクル相談所、ごめんね、私で古田さんの楽ちん人生始まるよ。よっしゃ、それでね、はい、お願いします。いいですよね、ここまでは OK です。ここまでは段取り通りだ、今日は。はい、頼むよ。そしてですね、大切な、大切な、ね、CM バナースポンサー様のご紹介をまず、はい、させていただきたいと思います。お願いします。はい、うん、ペットの総合施設 DC キャッスル様、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、つかちゃんの癒しタイム様、ありがとうございます。大人が輝く背中を見せる梅チャンネルの松原美里様、ありがとうございます。愛を歌う教会育ちのシンガーソングライター平様、ありがとうございます。はい、ウルトラ車検13,000円静岡、検索してください。検索してください。ありがとうございます。身につけるだけで体感アップ、テラスパワー様、よいしょ。ありがとうございます。いきます。こすら内臓セミナー開催決定、ダツ様、よいしょ。ありがとうございます。はい、はい、楽しく色を学び、ご活躍をプロデュースするカラーセラピーおうちスクール、マハロイロ様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、向こう、はい、地域参加型テレビ掛川 TV 配信開始、ありがとうございます。これあ、ちょっと宣伝しますけど、上りができるんですけど、これね、欲しい方は、うん、エシックさんにね、注文すると、誰でもこんな素敵な上りができてしまうという、うんうん、素晴らしい、かわいい、素晴らしい、かわいいですね、これがね。そう、オカボですね、ボンちゃん、ボンちゃんがね、頑張ってやってるんで、はい、そういう形で、はい、さあ、じゃあ早速、はい、オカボン TV の方始めていきます。お願いします。今日はですね、はい、はい、今日はまあ急遽だよね、急遽原口さんの方がね、ピンチヒッターで、ピンチヒッターで頼りになる女が、そうですよ、頼りになる女、古田が、そうですよ、古田さんが今日は来ていただいています。はい、あ、見てますね、あー、みんな見てくれて、本当だね、まあ、ありがとうね、ありがとうございます。ちょっとお願いします。こっち、これ、この辺はもうあれだね、もう、そうだね、僕たちのあれじゃない ね、 そうだね、はい、そういうことで、はい、そうなんですよ、で、うん、まあ、今日は何の話をしようかなって思った時にですね、だってちょっと待って、何が、何だ、大丈夫大丈夫、二人でちょっとやってるけど、そう余裕がないからね、見て、余裕がないから本当に見て、頑張る、そう、もう最近ですね、やっぱ僕もね、掛川でやってるんで、うん、あれなんですけど、うん、なんかこう余裕じゃねえや余裕欲しいんだ、余裕も欲しいんですけど、だ、ね、うん、どうもね、こう女性視点の発信だったり、うん、まあ、周りに女性がいるせいか、フェミニストだからね、フェミニストだからね、どうしてもなんかこう、うん、ママのためとか、はい、大事、それも大事だ、ね、すごい大事だし、まあ、恵美子さんのやつはあれですよ、母から子への愛ですよ、ね、大事だね、大事、お母さん多いね、お母さんが多いですね、ごめんよ、私全然フリーです、まだフリーでございますね、フリーです、フリーでございますけど、やっぱそういう意見が、笑顔が、そういう意見がね、多いんですけど、いや、これなんか僕、うん、男だし、そうだね、れっきとしたね、性別的にもね、れっきとした男だから、オカボンでしょ、え何
そう、そう、ありがとうございます。そう、そういう、そういう器用なことができない。素人なんですよ。そう、素人なんですよ。止まっちゃうんですよ。で、向けられると、はっと。私たち止まってしまうんで。止まっちゃうんだよ、ごめんね。ありがとうございます、本当に。はい、あ、すごい息止まる、自分でもカメラ撮る。止まっちゃうんですよ、僕たち。止まる、ね、ダメダメ、早く言うから、ね、そう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 、ね、で、僕はですね、男性だから、ね、男性的なあれなんで、今日は特別番組っていうことなんで、あ、そうだそうだ、たまには、うん、たまにはちょっと、ね、僕もね、やっぱ男性視点からね、うん、こう、まあ、岡村さんに主導権を握ってほしいわけだよね、うん、そうだ、ね、MC としてね、もうその通りだ、そういうことだよね、いつも僕は女性にこう主導権を握られてしまうが、今日ばかりはですね僕が主導権を握ってこの何も言ってないけどねそれに対してね、あ、やっぱハートが、あ、やっぱは、いいねがやっぱいっぱい出ますね、岡村さん頑張れってね、掛川、あ、パレスホテル掛川さん、うん、佐藤さんもね、ありがとう、ありがとう掛川でコメントありがとうございます本当に、で、そう、主導権ですね僕は今日はね、握ってこの、どんなこと話したい、25分間をもう駆け抜けてやろうかと今日はね、そういう強い意志を持ってね、意志を持って今日はね早く駆け抜けろ、もう10分経ってますねびっくりしたスタートしてない、びっくりした。や、あ、近藤さんがまたコメントいた。やってるね。そうなんですよ。今から駆け抜けますんで、残り15分もね、もう古田さんに喋らせない勢いで。今日はね、私うまくまあね、そう、どこか遠いところで見ながら、ね、遠いところで僕を見ててもらってください。そうそうそう、見守ってもらってね。ああ本当だ。すごいいっぱい連打してくれてるよ。ね、ありがたいね。山梨で聞いてますって、すごいね、ありがとう、山梨で聞いて、ね、静岡は今日も元気ですよ本当にいい ね、 ね、はい、まあ、そんなね、うん、こと言ってますけど、はい、まあまあまあ、はい、あ、そうだ、そんなこと言ってますよ、男性的な、うん、そう、岡村さんを見せる、見せようと、今日僕はテーマをねしっかりバッチリ決めてきましたよそうだね、はい、決めてきたね、はい、今日のテーマは、うん、はい、恋愛です、恋愛です、よっしゃ、わー、今日のテーマは恋愛なんですよ、そう、テーマは恋愛にしてみましたよ、恋愛にしましたよ、来ただろう、男視点ですね、あ、そうだね、そうだね、僕の恋愛論をですね、はい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 、バシッと語ってやろうと思ったんですけど、うん、語って、あ、だけど恋愛論って言ってもね人それぞれだよね、人それぞれだからやっぱこう男性的なあれと女性的なあれで、あ、まあ、視点がね、視点が違うっていうところねあれって何だよ、駆け出すつもりだったんですけど今女装みたいな感じだよね、そうですね、女装を今撮ってまずね、だけど言ってみたものの、はい、何話そうかなってなっちゃったかな、言ってみたもの、何だ、すごいツッコミがね相変わらず疲れてる疲れてる、いいよ、じゃあ私がちょっとなんか考えようかな、いやいや、じゃあもうね、テーマは恋愛で、うん、恋愛だね、岡村さんの男性的なところが見せられるような恋愛話を聞きたいな、恋愛話ですね、うん、そう、それに対して私が一般的に女性と言われるような視点で話せばいいと、そう、そんな感じですいいですか、そんな感じでそういう感じで、そういう感じで、あ、じゃあそもそも、うん、じゃあ、ね、最初からドリルぶっ刺していくか、おお、そうだねはい、これでね、いつものパターンになっていくんですよ、岡村が、だってね、もうね、うん、10分過ぎてるからね、そうだね、ささっと大事なところは大事なところでね、そうそう、進めていかないと、最初から本論に入りますね、うん、入ってください入りは古田さんですね女装のあたりは岡村さんに頑張ってもらって、ね、頑張ってもらって、結局スタートは古田さんに切ってもらう、じゃあ私がちょっと切っちゃおうかなっていう、うん、そうねはい、そういうことで切っちゃおうかなっていう感じで、はい、じゃあ岡村さんの男性的な部分で考える恋愛とは何なのかということで、一番聞きたいのは、はい、なぜ今まで独身なのかと、そうなんですよなぜ独身、え、いや、男性的っていうことはよ、うんうん、あの男性のこの習性として狩りに行くっていう、うん、狩猟、ほうほうほう、狩りに行くっていう意味合いがあるわけじゃないですか、ほうほう、ということは、うん、岡村さんが男性的なのであれば、うんうん、
誰か取りたい女性だったり、うん、パートナーと なってほしいなっていう人を取りに行く行動っていうのを出るはずなんですよ、ねうんうん、出るはずだねところがどっかい、うん、ところがどっかい、うん、ところがどっかい、今カーリーお年がいくつか分かりませんけど、はいはい、まあ今とりあえず一人見よね。そうですね、うんうん、そういうことだ、うんうん、これ男性的なあれ男性的だったかなって早速わけが分からなくなってるな。あ、そうなんですよ、狩りに出るものの狩りあ出てますよ。ところ狭しと僕はもう動いてる。いっぱいいますよ。岡村さんの狩りに出てるっていう感覚は多分、うん、なんかそのね、プレイボーイでフェミニストだから、うん、女性側からは多分、うんうんうん、あの恋愛的なアプローチと取られてないんじゃないかとね。プレイボーイではないですよ。遊び人っていう意味で、そう違うよ、魅力的っていう意味でね。褒めてくれ。そうだそうだ、うん、そう魅力的っていう意味でプレイボーイだと思うんですけれども、うんうんうん、魅力的な意味でね、いろんな女性にフェミニストってことは、うん、いろんな女性を大切に扱うって言ったところがあると思うので、うん、お茶飲めないじゃないか、こんな私が走るじゃないか、うん、お茶を飲んでくれ、俺が今から喋ります。はい、そうなんですよ悩み告白でお願いします。そう、悩みの告白コーナーになってますね。爪が甘いんだよ。あ、ダメ出しが出ましたね、ここで。はい、爪が甘いか、爪というか、なんかさ、一、うん、人の本命の子を大切にしてるよっていう何かが出てないと、他の女の子と一緒だと思われちゃうんだよね、扱いが。なるほど、そんな感じじゃない。ああ、言われる。誰にもみんな、そうそう、優しくする。同じレベルで悪意がある、悪意がある。同じレベルでやっぱり優しくされちゃうと、そうだよね、あ、この人のパートナーになっても、あ、別によその女と一緒か、うん、あ、じゃあお前に価値はないと、うん、パートナーの。おお、来たよ、ドリル、ドリルは、ドリルが来ますよ。だけどね、私最近心がね、うん、少しずつ強くなってますので、うん、いいですね、別にそうプラスに受け止めますよ。はい、そうだね、はい、別にへこませるために言ってるわけじゃないからね。そうだね、だけど言われてみれば、うん、その通りですね。うん、うん、でもやっぱり、ね、あ、そうだね、まあ、八方美人なとこがあるのかな、うん、あるよね。惚れてみればいいんだよ、安心して。誰かに、誰かにね、独身がいるんだろ。独身は、はーい、はーい、あ、いるね。ほらね、合コンする、しない、ほら、しないって言われた。なんでだよ、ちょっと違います。何があれなんかな。そうだね、うん、まあ、まあそうだね、いや、うん、そうだね。考えて終わっちゃうみたいなね、番組ね。思い起こせばそうだな。ほら、そうだ、ね、ちゃんと、うん、そうだね、特別、うん、そうそう、特別感が欲しいよね。あー、で、皆さんなんか、あ、そうですよね。あ、だけど、どうします、うん、特別な人がいたら。いや、だって私、うん、そもそもだって八方美人じゃないもん、うん、恋愛に関しては。そうだね、うん、結構厳しい、ね、その人だけでいいから。おい、そうでしょ、私の方がだから男性的になる。そうですね、そうそう、打ち合わせした結果そうなりますよね。そうだね、うん、男性で、の方が女性的な視点っていうかね、てて捉え方は大きいよね。うん、どうしてもね、うん、女性的に捉えてしまう。青木さんならどうしますか。すごい、まあ奥さんいますけど、奥さんに対してどういうアプローチをかけてますか。好きだよ。かっこいいじゃねえか。でもそういうのでいいよね。なるほどね、うん、はっきり言わなきゃ。はっきり、あ、そうだよね、はっきり。女性はやっぱりはっきり言ってほしいっていうのがあるよね、うん、確約が欲しいわけですよ、不安だからさ、うんうん、守ってもらう側っていうような生物としてあるので、本能的に、うんうん、っていうことは、この人私守ってくれるのかなって言ったところをよくやっぱ観察してる、うんうん、で、八方美人でしょ、よその女にも同じように優しくするわけですよ。ちょっと待って待って、これ大丈夫なんか、ね、ね、岡村をなんか落とすコーナーみたいになってて大丈夫。だって恋愛がテーマ。恋愛がテーマ。テーマ恋愛としか書いてないですかね。これ打ち合わせしてきたんかいっていう話ですよね。道中で、ね、道中で結構話してきたんですけど、そう、結局落としどころ、そこで完結した感じが割とね、そう、道中から来てほしいですね。そうだね、道中カメラ設置しておくと楽しいね。やろうね、そうだ、ここで終わってるからね、一応答えが出ちゃってるので、ね、うん、ああ、そうだね、
そうだ、まあまあそこに対してまあ言うならばですね、はい、確かにまあ八方美人はあるんですけど、うん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 、そうですね、うん、なんかこうそんな中でその男性的なこの人だけを取るっていう態度とかが取れれば、うん、それは特別的な意味で、うんうん、まあ、向こう側からも取ってもらえると思うんですよ、うん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 、男性らしさを生かすっていうことですね、恋愛に、うん、男性らしさを、うん、すげえ勉強になります僕が勉強になる番組っていう僕をね、うん、みんなで育てていくっていうスタンスの番組にしていきましょうかね。そうですよね、ここの場に立って伝えることを学びながら、僕自身が、うん、ね、青木さんなんか優しい目で見てくれてますけど、いつもありがとうございます。僕ちゃん大丈夫かなみたいな感じ見られてるよ、ね、ってね、ね、まあ、そうだね、いつもねいつも大事にしてくれてるあの人は僕を、そうだね、みんなが、うん、みんなが岡村さんを育てようとしてね、育ててね、よし、そうだ、じゃあ男、そうだ、男視点で言うわ言って、最初からそれ言って、忘れてた、忘れてた、やっぱね、好きな人、うん、ぐいぐい行った方がいいですね、うん、おー、まあ、あ、ね出すぎる習性があるから、うん、あの2歩じゃなくて1歩ぐらい出るぐらいでいいと思うけど、うん、そうなんですよ、この距離感がすごい僕は難しくてですね、うん、そうだね、そう、あ、だけど誰に対しても、うん、なんかこう 2,3 歩こう入り込んでしまうんですよね、うんうんうん、この辺はどう、その辺はで、うん、どうかな、うん、なんか女性としてはこう突っ込んでほしい時もある、うん、なんで聞いてくれないの今っていう時もあるだろうし、うん、聞かなさすぎみたいなね、こうね、うん、質問としてこう投げているはずなのに、うん、あ、これ引っかかってこないみたいな風になると、うん、これまた自分に気がないのかなみたいな感じでね、思われてしまう。男の方がずるいですかね。ずるいっていうか、やっぱ、うん、なかなか気づきにくい。じゃあ嘘ですよそれ。ニュアンスでさ、女の人って話すからさ。ああ、なんか僕なんかそこだけ逆に男視点で言いますけど、うん、いいよ、割と、うん、なんかこう気づいてないふりとかする男っていないですか、ね、いるよ、ずるいね、ずるいやつですね、そういうやつはね、よくないまあでも、うん、よくないっていうか、めんどくさいね、その人はね。あ、なるほどね、なんか進まないじゃん、進まない関係が、うん、そういうのはなんかまあ、うん、好きなうちはいいけどね、時間の浪費になったらもう切るかなっていう感じだよね。なるほどね、うん、これ聞いてる男性諸君ねごめんよ、浪費って思ったら切るから気をつけてくださいよ男の方が女の人っぽいというかね、うん、あ、そうだね、そういうところもある、ね、あるね、思い当たる節しかないよね俺のこと言ってんじゃねえ結局一般論、一般論でね、一般論でね、一般論で、そう、うん、まあそうっすね、男らしさ、うん、どう、うん、まあだけど、うん、うん、やっぱなんだろう、守れるような人ではいたい、うん、そうだね、ですね、男が、え、だけどやっぱ女性の方が強くないですか、ちょっと今腕組んじゃいましたけど、いざとなったら強いね、うん、やっぱ女の人本能的に知ってるからさ、自分が強いって、だからうん、うん、そっとこ引っ込めて、うんうん、大黒柱にしてあげるんでしょ、うん、男性を、そうなんですよ、あなたいつもありがとうって言って外で頑張ってもらうわけでしょ、うんうん、それは女性のうまさだよねそれだから処世術だよね、だから生物として自分が守ってもらえるパートナーっていうのを確保しておく必要があるんだよ、あ、まあ、打算じゃなくて本能の話です、なる、絶対必要いきなり深いとこ行ったねグンって行ってまた浅く来るよ、まあいや、ちょっとその深いとこ深掘りできないからそう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 、また浅いとこ行くけど、そう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 、岡村さんの話に行くよ、結局知ってるわけだ、うん、知ってる、女の人の方がね、うん、男のいつまでたってもなんだろう、小学生みたいな、うん、まあやんちゃだよね、やんちゃ、あ、そうだね、え、どういうことすればいいんですか、何が、男は女性としたらいやでもなんか一生懸命守ってくれてるようなね、言動してくれればいいんじゃないですかね、なんかそれだって安心するんだからね、うん、女の人すぐ言葉で欲しがるからさ、やっぱ、うん、どんなにね態度で示してくれててもやっぱ言葉で欲しがるって言ったところがあるんであったら、うん、まあ、言葉で伝えてあげるだけでも安心させられる、うん、つまりパートナー関係は良好なまま生きやすいと、うんうん、
どうです簡単でしょ別に。すごい上手く、そうだねというのが僕たちの伝えたい楽ちん人生っていう。もう閉めちゃうのね、閉めちゃう。いやまだ閉めないですよ、まだ閉めないですけど、いやまあその通りだなと思って。だから男性的な視点も理解しておく必要性があるし、女性的な考え方っていうのも理解しておく、で相手によってやっぱり男性的なところと女性的なところの比率がやっぱ違ってくるので、それによってやっぱこっちの出方っていうのかな、この人男性的な考え方強いよねって思ったら、あまりまあ女性の好むちょっと何ですかね、あごめんよ、むずちょっと良くない生き方しますけど、無駄話ばっかりしているようなあの時間っていうのをなるべく短縮して、何を言わんとしているのかをこうポンポンポンって伝えて共感してもらうっていったところになっていけばいいし、まあ片やじゃあ女性的な考え方が強いのであれば、まあ結論とかまあ方法とかをレクチャーしたりアドバイスするっていうことではなくて、ただその話している時間とか感覚感情っていうのを共感してあげる、あそうだね大変だったねって、あそういうふうに思っているんだねって言ったところを一緒に楽しむ、楽しんでもいいんですけど、フリーいらないでしょ、楽しんで楽しんであげればいいのかな。そう理解をしていればやっぱりそうやってお互いに譲れるところっていうのが出てくるはずなのでね、結構深い話してるんで、みんなやっぱこいつらやるなっていう何ねえねえよ、あコメント入ってます、オカボンこんにちは、用法脱、用法脱ですね、ちょっとどういうこと、もうわけがわからないですけど用法脱ありがとうございます、杉山聖子スマイルね、いつも本当にありがとう、もうこうやってね心配されてますね僕はね、はい、そうまた私ばっかり喋ってね、いやもうね、そう分かったことがあって、はい、あれですね、いいよ、やっぱこうお互いこう違う生き物というか、そうだね、もう古代の時代から、あそう役割も何も違ってきて今にいるっていうのをやっぱり理解した上で、こうお互いをね、尊重することで、なんだろう相手の立場に立てるというか、そうだね。より良い関係っていうのを築いていくときにやっぱりそうやって理解をしていくことで、まあスムーズに生きやすいっていうのはあるね、自分の主張ばかりではなくて相手の主張っていうのもまあ知っておく、その上で意見のすり合わせと落としどころを見つけて生きていくと、簡単だねやっぱり、それが楽ちん人生です ね、 だねはいはい、すごい、わ今日はもう何回も見てくださいね、これ今日すごい深い話しますから僕たち、深くはないけど、深くはないんですよ深くはないんですけど、深くはないけど、今日なんか一番頑張りたかったところって、岡村さんの男性らしさを出したかったんじゃなかったのまあね、だけどね、いや僕ねこれ大事だと思うことが本当にあってですね、やっぱ人生って一歩一歩成長が大事だと思うんですよね、だから今日も僕この放送ね何遍も見てですね、また次回の放送だったり、あの自分のねこう伝えたいことをねやってくっていう一歩にしたいと思います。今日はありがとうございましたというわけでオカボン TV はここまでになります。さあもう時間も時間なんでね、ここから次の番組のお知らせをさせてもらいたいと思います。はい、はい、湯原和夫のここだけの話、ゲスト藤枝パン教室 M 大石智子さん、チアーアップシヤギ、シギア、ナナミさん、ごめんなさい、おっしゃどんな話をするんですかね、ファンの、ごめんなさいね、カンペ読んでたんですけど緊張でね、はい、こういうとこもね、一個一個直せていけたら素敵な男になっていくと思います。はい、じゃあ引き続きヤンズ TV よろしくお願いします。ありがとうございます。あ楽しかった、今日もありがとうございました。あ、そうですか。おお